怪物の木こり。監督、三池崇史。キャスト、二宮明役、亀梨和也、戸代蘭子役、七尾。2019年、第17回、このミステリーがすごい。大賞を受賞した倉井真由介による小説を、亀梨和也の主演、鬼才、三池崇史監督のメガホンで映画化したサイコスリラー。怪物の木こり、という絵本に出てくる怪物の仮面をかぶった犯人が、斧で相手の頭を割り、脳を奪い去るという連続猟奇殺人事件が発生。犯人は次のターゲットに、弁護士の二宮明を定めた。しかし二宮の本性は、犯人をも上回るほどの冷血非情なサイコパスだった。犯人はなぜ脳を奪い、なぜ二宮を標的にしたのか。事件の捜査が進められる中で、警視庁の天才プロファイラー、戸代、二宮の婚約者のエイミ、二宮の協力者で自身もまたサイコパスの外科医、杉谷、そして過去の殺人事件の容疑者、剣持ら、様々な人物の思惑が複雑に絡み合い、事態は次第に混迷していく。ナポレオン。監督、リドリー、スコット、キャスト、ナポレオン役、ホアキン、フェニックス、ジョゼフィーヌ役、バネッサ、カービー。グラディエーター、の巨匠リドリー、スコット監督が、ジョーカー、のホアキン、フェニックスを主演に迎え、フランスの英雄ナポレオン、ボナパルトの人物像を新解釈で描いた歴史スペクタクル。18世紀末、革命の混乱に揺れるフランス。若き軍人ナポレオンは目覚ましい活躍を見せ、軍の総司令官に任命される。ナポレオンは夫を亡くした女性ジョゼフィーヌと恋に落ち結婚するが、ナポレオンの溺愛ぶりとは裏腹に奔放なジョゼフィーヌは他の男とも関係を持ち、いつしか夫婦関係は奇妙にねじ曲がっていく。その一方で英雄としてのナポレオンは快進撃を続け、クーデターを成功させて第一統領に就任、そしてついにフランス帝国の皇帝にまで上り詰める。政治家、軍人のトップに立ったナポレオンと、皇后となり優雅な生活を送るジョゼフィーヌだったが、二人の心は満たされないままだった。やがてナポレオンは戦争にのめり込み、凄惨な侵略と征服を繰り返すようになる。エクソシスト、信じる者。監督、デビッド、ゴードン、グリーン、キャスト、ヴィクター、フィールディング役、レスリー、オドム、ジュニア、アン役、アン、ダウド。1973年制作の名作ホラー映画、エクソシストの正統続編で、同作より50年後の現在を舞台に、悪魔に憑依された二人の少女が呼び覚ます恐怖を描いたホラー。ビクターは12年前に妻を亡くし、娘のアンジェラを一人で育てている。ある日、アンジェラが親友キャサリンと一緒に森へ出かけたまま行方不明になってしまう。3日後、二人は無事に保護されるがその様子はどこかおかしく、突然暴れたり叫んだりと常軌を逸した行動を繰り返す。ビクターは50年前に同じような経験からマナ娘を守り抜いた過去を持つクリス、マクニールに助けを求め、悪魔払いの儀式を始めるが、隣人 X、疑惑の彼女。監督、熊沢直人、キャスト、柏木良子役、上野樹里、笹健太郎役、林健人。第14回小説現代長編新人賞を受賞したパリュス綾子の小説、隣人 X を、
上野樹里と林遣都の共演で映画化した異色のミステリーロマンス。ふるさとの惑星の紛争によって宇宙から難民として地球にやってきた、X、と呼ばれる生命体が世界中に溢れ、各国がその対処に苦慮する中、日本はアメリカに追随するように彼らの受け入れを決める。X は人間にそっくりな姿で日常に紛れ込み、人々は X を見つけ出そうと躍起になって社会に不安や動揺が広がっていく。そんな中、週刊誌記者の笹健太郎は X 疑惑のある柏木涼子の追跡を開始。自身の正体を隠しながら涼子に接近し、二人は徐々に距離を縮めていく。やがて涼子に対して本当の恋心を抱くようになった笹は、彼女への思いと罪悪感、記者としての矜持に引き裂かれそうになりながらも、ある真実にたどり着く。青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない。監督、増井壮一、声優、あずさ川作田役、石川海人、桜島舞役、瀬戸麻美。鴨志田はじめの人気ライトノベル、青春豚野郎、シリーズを原作とするテレビアニメ、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、と劇場版アニメ、青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない、青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない、の続編で、同シリーズの、高校生編、の完結編となる劇場版。3月になり、恋人である桜島舞の卒業式を迎えたあずさ川作田。七里ヶ浜の海岸で舞を待つ彼の前に、子役時代の舞にそっくりな小学生が現れる。そんな不思議な体験を思い返す作田のもとに、父親から電話がかかってくる。作田の妹、楓に起きた出来事を受け止めきれず入院していた母親が、楓に会いたいと望んでいるという。楓と一緒に母親に会うことを決めた作田は、久々の対面に緊張を隠しきれない。やがて作田の体に身に覚えのない傷跡が生じ、作田は周囲の人たちに認識されなくなってしまう。ウォンカとチョコレート工場の始まり。監督、ポール、キング、キャスト、ウィリー、ウォンカ役、ティモシー、シャラメ、ウンパルンパ役、ヒュー、グラント。ティム、バートン監督とジョニー・デップ主演の大ヒット作、チャーリーとチョコレート工場に登場した工場長ウィリー、ウォンカの始まりの物語を描くファンタジーアドベンチャー。純粋な心ときらめくイマジネーションを持ち、人々を幸せにする、魔法のチョコレート、を作り出すチョコ職人のウィリー、ウォンカは、亡き母と約束した世界一のチョコレート店を開くという夢を叶えるため、一流のチョコ職人が集まるチョコレートの街へやってくる。ウォンカのチョコレートは瞬く間に評判となるが、街を牛耳る、チョコレート組合、からは、その才能を妬まれ目をつけられてしまう。さらに、とある因縁からウォンカを付け狙うウンパルンパというオレンジ色の小さな紳士も現れ、事態はますます面倒なことに。それでもウォンカは、街にチョコレート店を開くため奮闘する。あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。監督、成田洋一、キャスト、加納ゆり役、福原遥、佐久間明役、水上講師。SNS を中心に話題を集めた塩見夏恵の同名ベストセラー小説を映画化し、戦時中の日本にタイムスリップした現代の女子高生と特攻隊員の青年の切ない恋の行方を描いたラブストーリー。親にも学校にも不満を抱える高校生のユリは、
進路をめぐって母親と喧嘩になり、家を飛び出して近所の防空壕跡で一夜を過ごす。翌朝、ユリが目を覚ますと、そこは1945年6月の日本だった。通りがかりの青年、アキラに助けられ、軍の指定食堂に連れて行かれたユリは、そこで女将の鶴や勤労学生の千代、アキラと同じ隊の石丸、板倉、寺岡、加藤らと出会う。アキラの誠実さや優しさに惹かれていくユリだったが、彼は特攻隊員で、間もなく命がけで出撃する運命にあった。一子。監督、戸田明宏。キャスト、川辺一子役、杉咲花。長谷川義則役、若葉達也。僕たちは変わらない朝を迎える。名前、などの戸田明宏監督が、自身の主催する劇団チーズシアターの旗揚げ公演として上演した舞台、川辺一子のために、を、杉咲花を主演に迎えて映画化した人間ドラマ。川辺一子は3年間一緒に暮らしてきた恋人、長谷川義則からプロポーズを受けるが、その翌日に忽然と姿を消してしまう。途方に暮れる長谷川の前に、一子を探しているという刑事、後藤が現れ、彼女について信じがたい話を告げる。一子の行方を追う長谷川は、昔の友人や幼馴染、高校時代の同級生など彼女と関わりのあった人々から話を聞くうちに、かつて一子が違う名前を名乗っていたことを知る。やがて長谷川は部屋の中で一枚の写真を発見し、その裏に書かれていた住所を訪れるが。劇場版、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。監督、井上圭介、声優、カタリナ、クラエス役、内田真彩、ジオルド、スキュアート役、青井翔太。累計発行部数600万、部を突破した人気ライトノベルを原作とするテレビアニメ、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。の劇場版。原作者、山口悟が書き下ろした完全新作ストーリーで、テレビシリーズ第2期のその後を描く。前世でプレイしていた乙女ゲーム、フォーチュンラバーの世界に悪役令嬢として転生してしまったカタリナ、クラエス。数々の破滅フラグを見事に回避して魔法学園を卒業した彼女は、春からの魔法省勤務を前に平穏な日々を過ごしていた。そんなある日、遠く離れた異国から商人の一行がやってくる。華やかなショーや踊り子たちに興味津々のカタリナだったが、どこか見覚えのある謎めいた少年と出会い、大事件に巻き込まれていく。ウィッシュ。監督、クリス、バック。ハウン、ビーラスンソーン。声優、アーシャ役、アリアナ、デボーズ。マグニフィコ王役、クリス、パイン。ウォルト、ディズニー、カンパニーの創立100周年を記念して制作された、ディズニーの長編アニメーション。新たなディズニー、ヒロインのアーシャを主人公に、魔法の王国の真実を知ってしまった彼女が起こす奇跡を描いたファンタジーミュージカル。どんな願いも叶うと言われているロサス王国。魔法を操り国を治めるマグニフィコ王は、国民から慕われているが、お城で働く17歳のアーシャは、ある秘密を知ってしまう。それは、人々の願いが叶うかどうかを王が決めていること。王は国のためになる願いだけを叶えており、国民が王を信じて捧げた願いのほとんどは叶えられることがないということだった。
王国の秘密を知ってしまったアーシャは、王を信じて託した人々の願いを救いたいと、夜空の星に祈る。すると、空から魔法の力を持った願い星のスターが舞い降りてくる。スターの魔法によって話すことができるようになった子ヤギのバレンティノやスターと共に、アーシャはみんなの願いのために奮闘する。屋根裏のラジャー。監督、百瀬義行。声優、ラジャー役、寺田心。アマンダ役、鈴木リオ。メアリと魔女の花、のスタジオポノックが、イギリスの作家で詩人の A.F. ハロルドによる小説、僕が消えないうちに、で、イマギナリー。を映画化した長編アニメーション。少女の想像によって生まれたイマジナリーフレンドを主人公に、現実と想像が交錯する世界で起こる冒険を描いたファンタジーアドベンチャー。少女アマンダの想像が生み出した少年ラジャーは、彼女以外の人間には見えない、想像の友達、イマジナリーだ。ラジャーは屋根裏部屋でアマンダと一緒に想像の世界に飛び込み、喜びに溢れた毎日を送っていた。しかし、イマジナリには人間に忘れられると消えていくという、避けられない運命があった。アマンダに忘れられれば、世界中の誰からもその姿は見えなくなり、消えていく。そんな自分の運命に戸惑いながらも、一縷の望みを抱いて歩み始めたラジャーは、かつて人間に忘れ去られた想像たちが身を寄せ合って暮らす。イマジナリの街にたどり着く。そこでラジャーと仲間たちは、彼らの大切な人や家族の未来をかけた冒険を繰り広げる。劇場版、スパイファミリー、コード、ホワイト。監督、片桐隆、声優、ロイド、フォージャー役、江口拓也、アーニャ、フォージャー役、種崎敦美、夜、フォージャー役、早見沙織。集英社の漫画アプリ、少年ジャンプ、連載の同名コミックを原作とする人気テレビアニメ、スパイファミリー、の劇場版。スパイの父ロイド、殺し屋の母夜、超能力者の娘アーニャ、未来予知犬ボンドのフォージャー家が繰り広げる初めての家族旅行の行方を、原作者の遠藤達也が監修、キャラクターデザイン原案を手掛けオリジナルストーリーで描き出す。西国、ウェスタリス、の凄腕スパイ、黄昏、ことロイド、フォージャーのもとに、進行中のオペレーション、ストリクス、の担当者を変更するとの指令が届く。一方、アーニャが通うイーデン校では、優勝者に、ステラ、が授与されるという調理実習が実施されることに、ロイドは少しでもオペレーション、ストリクス、が進展していることを示し、現状の任務を継続できるよう交渉する材料にするため、どうにかアーニャに星を獲得してもらおうと考える。そこで、ロイドは調理実習の審査員長を務める校長の好物だというフリジス地方の伝統菓子を作ることをアーニャに提案。一家は本場の味を確かめるべく、フリジス地方へ旅行に出かけるが。パーフェクト、デイズ。監督、ビム、ベンダース。キャスト、平山役、役所広司、高志役、榎本時を。パリ、テキサス、ベルリン、天使の死、などで知られるドイツの名将ビム、ベンダースが、役所広司を主演に迎え、東京、渋谷を舞台にトイレの清掃員の男が送る日々の小さな揺らぎを描いたドラマ。2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、役所が日本人俳優としては、誰も知らない、
の渚優也以来19年ぶり2人目となる男優賞を受賞した。東京、渋谷でトイレの清掃員として働く平山。淡々とした同じ毎日を繰り返しているように見えるが、彼にとって日々は常に新鮮な小さな喜びに満ちている。昔から聴き続けている音楽と休日の旅に買う古本の文庫を読むことが楽しみであり、人生は風に揺れる木のようでもあった。そして木が好きな平山は、いつも小さなフィルムカメラを持ち歩き、自身を重ねるかのように木々の写真を撮っていた。そんなある日、思いがけない再会を果たしたことをきっかけに、彼の過去に少しずつ光が当たっていく。トーク、ブ、ミー。監督、ダニー、フィリッポー。マイケル、フィリッポー。キャスト、ミア役、ソフィー、ワイルド。ジェイド役、アレクサンドラ、ジェンセン。SNS で流行する、90秒憑依チャレンジ、にのめり込んだことから思わぬ事態に陥っていく女子高生を描き、2023年サンダンス映画祭で話題を呼んだオーストラリア製ホラー。2年前の母の死と向き合えずにいる高校生ミアは、友人から SNS で話題の、90秒憑依チャレンジ、に誘われ、気晴らしに参加してみることに、それは呪われているという手の形をした置物を握って、トーク、ブ、ミー、と唱えると霊が憑依するというもので、その手は必ず90秒以内に離さなければならないというルールがあった。強烈なスリルと快感にのめり込みチャレンジを繰り返すミアたちだったが、メンバーの一人にミアの亡き母が憑依してしまい、